予備試験、論文試験残念だった皆さん、本当に悔しいと思います。ですが、来年に向けて新たな出発をしなければなりません。きちっとね、事実に向き合うこと、これが何よりも大切なことです。そのためには自分が書いた答案、どこが良かったのか、そして来年に向けて何をしなければいけないのか、その分析、そして戦略を立て直すこと、これが何よりも大切なことかなと思います。伊藤塾では毎年、この合格答案の分析、実際の来年試験に向けての分析会をやっています。11月9日から配信をいたしますので、ぜひこちら受けていただければなと思います。皆さんにちょっとアンケートに、ね、協力していただく、そのことで、受けられますので、ぜひ、参加していただければなと思います。そこで、今年の敗因分析、そして来年に向けての戦略の立て直し、新たな仕切り直しをしていくことがここで可能になりますので、ぜひ、こぞって、これを利用していただければなというふうに思います。何よりも大切なことは、ここでこの事実にしっかりと向き合いながら、その原因を探求し、それを見つけて、それを正していけばいいだけのことですからね。抽象的に何かがっくりきたりだとか、心配だとか、気持ちはよくわかります。ですが、そこはぜひ合理的に考えて、次の一歩に向けて頑張っていきましょう。また多くの合格者の皆さんたちがここを乗り越えてきています。なので、同塾では合格者の先輩たちからのアドバイスがいただける、そんなカウンセリング、これも実施してますので、一人で悩みを抱え込まないで、先輩合格者に的確なアドバイスをぜひ、していただいて、その機会も、うまく利用していただければなと思います。合格者カウンセリング、これも実施していますので、ぜひ、これも参加していただければなというふうに思います。いずれにせよ、皆さんの来年の合格、そしてその後の活躍、最後の最後まで応援していますので、ぜひ、伊藤塾うまく活用して、皆さんの夢を実現していただきたいと思っています。頑張りましょう。